名古屋市市は名古屋市の自治体市。明治以降、現在までに3度の編纂が行われており、以下において記述する。なお、編纂に用いられた資料の一部は名古屋市鶴舞中央図書館や名古屋市制資料館に保存されている。名古屋市市全10巻のうち6巻分1907年に市主編纂室が設けられ、 東京帝国大学教授の上田和俊氏を顧問として1915年から翌1916年にかけて10巻が刊行された。編纂には、金正恩古録の奥村氏も関わっている。内容は、明治期までの名古屋市に関するもので、1934年に2巻の人物編が追加されている。1980年に、 愛知県郷土資料館公会から復刻版が刊行された。1940年、先の名古屋市市編纂から30年以上が経過して、名古屋市の発展が進んでいたことなどから、期限2600年と名古屋市政50周年を記念する事業として計画された。大倉省が編纂した明治大正財政史で主任を務めた吉川秀蔵を編纂主任に後に、 昭和大阪市市の編纂もいった、本城栄次郎顧問として1941年から始まった編纂は、太平洋戦争のため父として進まず、1948年9月に脱交したものの戦後の財政難などもあって、1953年になってようやく刊行。内容は、大正時代から昭和12年までに関するものとなっている。 1959年に、市政70周年記念事業の一つとして、昭和13年から昭和32年までを扱う、続編の観光が計画されたが、執筆の遅れや、経費超過、大学紛争などのため、昭和46年度で、事業中止となった。なお、この計画に先立ち1959年に、名古屋市総務局から、名古屋70年市が観光されている。 1979年に市政90周年事業として検討が始まり市政100周年記念事業として1991年から編纂が開始された。編纂は新州名古屋市市編集委員会で名古屋市市政資料館に置かれていた。1997年に第一巻が刊行され、当初は本文編10巻のみで完結する予定だったが、 県産委員や市民からも資料公開の要望が強かったため、資料編の刊行が決定され、2006年から2014年までに全11巻が刊行された。なお、これに先立つ1989年に名古屋市総務局から名古屋100年が刊行されている。ありがとうございます。